ガルベストンはアメリカ海軍の防護巡洋艦。デンバー級防護巡洋艦の一隻。艦名はテキサス州ガルベストンにちなむ。ガルベストンは1901年1月19日にバージニア州リッチモンドのウィリアム・アール・トリグ社で寄港する。1903年7月23日にエラシー・によって命名、水し、1905年2月15日に艦長、 W.G. カトラー中佐の指揮下収益した。ガルベストンは1905年4月10日にノーホークを出港し、官名の由来となったテキサス州ガルベストンを訪れる。ここで同市民より銀製食器一0の贈呈を受ける。5月3日に東海岸に帰還6月18日にニューヨークを出港し、フランスのシェルブールに向かい6月30日に到着。 アメリカ海軍士官学校へのジョンポール・ジョーンズの遺体を返還する記念式典に参加した。アナポリスには7月22日に帰還し、続いてドルフィン・メイフラワーに合流し、ニューヨーク州オイスター・ベイ、ロード・アイランド州、ニューポート、ニューハンプシャー州ポーツマスで行われた日露戦争の講和会議のホスト官としての役割を果たした。 1905年8月13日から9月11日まで、ガルベストンは、ノーフォークから西インド諸島のサントドミンゴ、ポルトプランスへオランダ全県公使を乗せて巡航を行い、その後ノーフォークとニューヨークで海外任務の準備を行った。ガルベストンは1930年9月2日にフィラデルフィアで退役した。11月1日に除籍され、 1933年9月13日にペンシルベニア州フィラデルフィアのノーザンメタル社にスクラップとして売却された。ありがとうございます。